皆さん、全国から集まってくださった皆さん、全国から集まれなかった皆さん、すべての皆さん、私たちは今日ここに5万人集会を成功させることができました。まだ数は把握していません。厳密に言いまして4万人は突破しています。ありがとうございます。今日の集会はこれまでの集会の一つの結節点であります。そしてこれから始まっていく集会の出発点でもあります。皆さん、まだ1000万署名は始まったばかりです。今日現在100万人は突破しています。しかしあと900万あります。これを皆さん死に潜りで頑張りましょう。そして1000万の声を脱原発に向けて突きつけましょう。野田首相はこれから国連に行って原発の安全性を高めて再開していくということを演説するというふうに発表しています。しかし安全性と信頼性はすでに破綻しております。それでもなおかつ再開するというのは人民に対する敵対であります。今日本人の8割に及ぶ人たちは原発は嫌だ、もう原発はやめてくれ、原発のない社会行きたいというふうに言っています。その声を無視して政治ができるわけはありません。これまでどのぐらいの被爆者が発生しているのか、そして現在被爆労働者がどれだけ発生しているのか、これから分かります。しかしその恐ろしい結果を私たちは認めなくてはいけません。そしてその救済を少しでも強く始めていかなくてはいけません。そういう意味でも今日の集会を力強く終わらせることによって救済運動も進めていきたいと思っています。原発から脱する脱原発運動は文化革命であります。意識を変えていく運動でもあります。皆さん、核に依存して生きることは人類は絶対できない、核と人類は絶対できない、共存できないということは広島、長崎、そして今度の福島の事故でも証明されています。どうしてこれ以上の犠牲者を作ることができましょうか。私たちは原発にさよならを言います。さよならは再建とかオブワールとかまた会う日までのさよならじゃない、もう絶対会わない、会いたくない、アデューというのが原発に対する私たちのメッセージです。もう原発のある社会はいらない。そしてこれから子どもたちに平和な幸せな社会を残す、そのためにこそ頑張っていこうではありませんか。これから1000万署名に皆さん頑張ってください。そして来年3月24日集約集会を開きます。1000万署名の集会を3月24日日比谷野外音楽堂で開きます。それまで皆さん頑張ってください。そしてその間にも講演会とか音楽会とかいろんなことを考えてます。皆さんからのアイディアも募集します。皆さん一緒になって頑張りましょう。2つの文章を引いてお話しします。まず第1は私の先生の渡辺和夫さんの文章です。狂気なしでは偉大な事業は成し遂げられないと申す人々もいられます。それは嘘であります。狂気によってなされた事業は必ず後悔と犠牲を伴います。真に偉大な事業は狂気に捉えられやすい人間であることを
人一倍自覚した人間的な人間によって誠実に地道になされるものです。この文章は今次のように読み直されうるでしょう。原発の電気エネルギーなしでは偉大な事業は成し遂げられないと申す人々もいられます。それは嘘であります。原子力によるエネルギーは必ず荒廃と犠牲を伴います。私が引用します第二の文章は新聞に載っていたものです。原子力計画をやめていたイタリアがそれを再開するかどうか国民投票をした。そして反対が9割を占めました。それに対して日本の自民党の幹事長がこう語ったそうであります。あれだけ大きな事故があったので集団ヒステリー状態になるのは心情としてわかる。偉そうなことを言うものでありますが、もともとイタリアで原子力計画が一旦停止したのは25年前のことです。チェルノブイリの事故がきっかけでした。それから長く考え続けられた上で再開するかどうかを国民投票で決める、そういうことになった。その段階で福島が起こったのであります。今の自民党の幹事長の談話の締めくくりはこうです。反原発というのは簡単だが生活をどうするのかということに立ち返ったとき、国民投票で9割が原発反対だからやめましょうという簡単な問題ではない。そう幹事長は言いました。原発の事故が簡単な問題であるはずはありません。福島の放射能物質で汚染された広大な面積の土地をどのように剥ぎ取るか、どう始末するか、すでに内部被曝している大きい数の子どもたちの健康をどう管理するか、今まさにはっきりしていることはこうです。イタリアではもう決して人間の命が原発によって脅かされることはない。しかし私ら日本人はこれからさらに原発の事故を恐れなければならないということです。私らはそれに抵抗するということを、その意思を持っているということを、先のように想像力を持たない政党の幹部とか、また経団連の実力者たちに思い知らせる必要があります。そのために私らに何ができるか、私らにはこの民主主義の集会、市民のデモしかないのであります。しっかりやりましょう。大江健三郎さん。福島はもとより下北半島の端から日本中から世界からたくさんの人が集まってくださいました。ありがとうございます。一つだけ注意しなければならないことがございます。それは新しい原発安全神話、原発安全神話の改訂版
審判、これが台頭しつつあるということです。つまり技術が進めば、発展すれば、安全な原発は可能である、安全な原発は可能であるという、こうした安全神話の改訂版、新たな装いを凝らして台頭しつつあります。例えば地下深く原発を埋め込んで洞窟の中で原子力発電を続ける、こういう企み、こうした計画が進んでいるということであります。地下、洞窟、穴に原発エネルギーを作る装置をうずめて、なおかつ原発を持ち続けたいという、この意図の裏に何があるかです。それは私たちの国が核武装、核でもって再武装することが可能な、そういう潜在力を持ち続けようと、そうした政治的意図だと思います。合意なき国策がここまで進んできました。幾度も幾度も私たちは打ちひしがれた経験、これを生かさなければなりません。原発エネルギーではなくて、命のエネルギー、命のエネルギーが輝く、そういう国にしようではありませんか。今日その一歩が踏み出されます。世界が変わると思います。さようなら原発、こんにちは命輝く国、その第一歩を皆さん方と共に歩き続けたい、そういうふうに私は喜びとともにお話をさせていただきました。本当にありがとうございました。こんにちは。いっぱい声出してくださいね。あなたに会えて本当に良かったです。でもこの会えたきっかけを考えると腹立たしくて腹立たしくて仕方がありません。この腹立たしさを新しい力に変えて、明日を変えていきたいと思います。私たちの、これは私の世代ですが、ビートルズの歌を歌って育ちました。そのビートルズの歌にイマージンという歌がありました。想像してごらんから始まるあの歌です。想像してください。子供はどの国のどの社会に生まれるか選ぶことはできないのです。そして生まれてきた国に原発があって、この暴走があったことが今の私たちの社会です。想像してください。福島のそれぞれの子どもたちの今を、そしてこの国のそれぞれの子どもたちの今を想像してください。スリーマイル島、チェルノブイリ、そして福島、あの原発大国フランスでもついこの間核施設の事故があり、ほとんどの情報が私たちは手に入れられない現実を生きています。今度はどこで、次は誰が犠牲になるのかと、そのストレスを絶え間なく抱いて生きていくのはもう嫌だ、私たちはそれぞれ叫んでいきたいと思っています。放射性廃棄物の処理能力も持たない人間が原発を持つことの罪深さを私たちは叫んでいきましょう。それは命への
それぞれの自分自身を生きていこうという人への国家の犯罪なのです。容易に核兵器に変わりうるものを持つことは、恒久の平和を約束した憲法を持つ国に生きる私たちは決して許容してはならないはずです。想像してください。まだひらがなしか知らない小さな子供が夜中に突然起きて放射能来ないでって泣き叫ぶような社会をこれ以上続けさせてはいけないはずです。私たちは皆さんもこの犯罪に加担しないと、ここでもう一度自分と約束しましょう。原発という呪詛から自由になること、もちろん反戦、反核、反差別は全部一つの根っこです。命、ここから始まります。今函館で大間原発を、あの海を見ながら函館の駅に向かって歩いている大きなグループがいます。大間原発の方、そこにいらっしゃいますよね。あるいは昨日オーストラリアから突然帰国した純子さん、どっかに埋もれているでしょう。ありがとうございます。世界から原発と核が消える私たちのゴールに向かって歩みましょう。暴力に対して私たちは非暴力を貫きますけれども、諦めません、慣れません、忘れません、歩き続けます。この一つのウォークを、怪我人ゼロ、熱中症ゼロ、もちろん逮捕者ゼロで歩き抜きましょう。お願いします。今日は皆さんよくいらしてくださいました。こんなに大勢の方が参加してくださってどれだけ嬉しいでしょう。最初の記者会見の後、私は姿を消していました。大丈夫よ、大丈夫、大丈夫です。一人で立ってる、はい、膝の骨折とそれから手術ということで50日余り入院を したんですね。で、家へ帰ってからも足腰が萎えて回復がとても遅かったと思います。しかし今日どんなことをしても立って参加しようという意思が私を立ち上がらせ歩かせたのだと思っています。昭和の時代には15年に及ぶ戦争の日々があり、沖縄戦と広島長崎への原爆投下の果てに敗戦を迎えました。人類は人間、日本という実験場で初めて原爆を体験したのです。日本は実験場だったと思った方がいいと私は思います。その日本に54基もの原発ができ、福島の事故から半年経っても収束の手立てがないことは、原発の本質と歴史の痛烈な刑事を示してはいないでしょうか。この国は原発などを持ってはいけない国だったはずです。核が暴走した始めて しまったら、人類はその暴走を止めたりコントロールするノウハウをまだ持っていないんですね。そういう危険なものは地球には必要がないと思います。日本だけが抱く原発では済みません。放射能は海を越え、国境を越えて広がっていきます。これは防ぎようもないのです。原発を含む日本の電力会社は過去何十年間か抜群の大スポンサーでした。どこに対するスポンサーであったかはあえて言いません。皆さんよくご存知だと思います。何百億円という現金が原発の安全性 PR と推進のために使われ、その毒は広く広がったようです。事故の直後から原発や東京電力批判を差し控え、暗に原発擁護の言説が大手を振ってまかり通っています。
特にテレビを見てください、ひどいものだと思います。東京電力が役所に最近提出した報告書類は本文のほとんどが抹消の国選で消されていました。なんと無責任で傲慢な姿勢なんでしょうか。こういう実にレベルの低い責任を問わない非科学的な人々に私たちの命が握られてきたと思うと本当に寒気がします。事故直後、年間被爆許容量の数字を大きく変えた政府発表は以後の発表に深い不信を抱く原因を作ったと思います。その限度量さえ超えて事故現場で働く作業員の生命は誰が保証するのでしょうか。多くは下請けの労働者なのです。東北はいつも君捨てられる民の対象になってきた、あの割を食ってきた、歴史的にあのひどい歴史を背負っていると思います。我が子の健康を案じ、住むべき場所、食べさせるものに悩む母親たちがいっぱいいます。事実を知りたいと彼女たちはみんな望んでいます。知らなくては対応のしようがないんです。原発をなくしたら電気が不足し、日本経済は成り立たない、雇用は減り、失業率は増え、貧しい二流三流の国になる、展望を失った暗い社会が訪れると、威嚇混じりの原発用語が大っぴらに語られるようになりました。しかし就職難、不景気、萎縮しがちな世相は原発事故以前から慢性症状としてあったのではありませんか。今ここで全て原発に帰納して、だから原発が必要だという考え方はどこかですり替えが行われています。嘘があります。私たちは政治不在のこの社会を変えようとして政権交代を実現させたんですが、しかしですね、あの政治不信が生まれるのは自然なことです。しかし結末は私たち、結果は私たちに返ってきます。希望とは道を見出すべく残されているのは自覚し考える個の確立と個と個の連携、その広がり、つまりは市民運動ではないでしょうか。今日の集会のこの盛況、また1000万市民の原発さよならの署名は、私たちが求める新しい国づくり、世直しに道を開くと思い、私はそこに希望をつなぎます。で、時間が来てんですけども、あの同時に今回の原発事故の原因と経過の真相究明を徹底させたい。政府と東電の秘密主義は原発事故に限らない、この国の悪しき体質を反映しているからです。今日おいでになっている特に女性の方たちに語りたいと思います。今日まで一人の戦死者も出さなかった戦後は、二度と戦争はさせないと決心した戦争を体験した日本の女たちの力だと思います。地球と命を守り、平穏な未来を確保するべく、命を生み育む女性たちが役割を果たすべき時は今です。血縁を問わず国境を越えて命を守る戦いには、その夫、恋人、友人たちも戦いの同志に連なるでしょう。その周りには私のような高齢の思いを同じくする人間がいることを確かめ合って進んでいきましょう。老若同盟と亡くなられた加藤秀一さんは言われましたが、老若男女を問わぬ人間の砦を築いていきましょう。ここで私たちは負けることにはことはできないのです。みんなで一緒に力を合わせていきたいと思います。今日は本当にありがとうございました。ただ岸田さん、大変ありがとうございました。ここで呼びかけ人の皆さんに大きな拍手を送ってエールを高めていきたいと思います。こんにちは、リベ
Freundinnen und Freunde des Lebens. Ich danke für die Ehre, bei dieser eindrucksvollen Veranstaltung ein halbes Jahr nach dem schrecklichen Unglück von Fukushima zu Ihnen sprechen zu dürfen. 福島事故から半年後のこの記念すべき集会で話させていただくことを光栄に思います。Wir sind auch in Deutschland tief betroffen über das Unglück, welches Ihrem Land zugestoßen ist. Ein Unglück von der Natur mit verursacht, aber ein noch schlimmeres Unglück durch uns Menschen verursacht.Nämlich durch die Folgen der nicht verantwortbaren Atomenergie. このような計り知れない影響を与える原子力事故が日本で起こったことにドイツでも私たちは大変な衝撃を受けています。Ich darf Ihnen deshalb die solidarischen Grüße von Millionen von Menschen aus Deutschland übermitteln, die in einerAnti-Atom-Allianz seit Jahrzehnten für den Ausstieg aus der Atomenergie kämpfen. 何十年間、何十年来、反原発で戦ってきたドイツの何百万人の市民から皆さんに連帯のご挨拶をお伝えしたいと思います。Die Reaktorkatastrophe von Fukushima hat die Welt verändert.福島の事故は世界を変えました。Denn damit ist endlich klar, die Atomenergie ist in keinem Land, in keinem System beherrschbar. Sie ist ein unkalkulierbares, mit keinem sonstigen zivilisatorischen Risiko vergleichbares, Umwelt, Menschen und Generationen gefährdendes, ja zerstörendes Risiko. この原発事故は原子力発電所が、原子力発電がどんな国においても、またどんなシステムにおいても、私たち人間に、そして社会に、環境に、計り知れない影響を与えるもの、とても制御ができないものだということを明らかにしました。Die Katastrophe von Fukushima hat aber auch gezeigt, wie hilflos die Betreiber, die Regierung einem solchen dramatischen Ereignis und ihren schlimmen Folgen für die Bevölkerung gegenüberstehen. この事故は同時に政府も企業もこのような計り知れない影響のもとになすすべもないということも明らかにしました。Auch wir haben vor 25 Jahren nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl in Westeuropa erfahren,wie von der Atomindustrie und der verantwortlichen Politik permanent die Folgen verantwortungslos bagatellisiert wurden und bis heute bagatellisiert werden, trotz hunderttausender Toten infolge dieses Atomunfalls. チェルノブイリ事故から25年、私たちドイツそしてヨーロッパの人々も知っています。政府そして原子力産業が何万人もの死者を前にしてもなおこの事故について小さく見せよう隠そうとしているということそして今もそれが続いているということ In Deutschland und in anderen Staaten Europas, zum Beispiel in Italien, hat Fukushima aber endgültig zu einer energiepolitischen Wende geführt. In unserem Lande wurden auf Druck der Bevölkerung, nicht zuletzt durchähnlich machtvolle Demonstrationen wie hier in Tokio, die Stilllegung von 8 Atomkraftwerken und aller weiteren Atomkraftwerke bis 2022 beschlossen. Das heißt, spätestens im Jahr 2022 ist eine der größten Industrienationen dieser Erde frei von der Atomenergie. しかし、この事故はドイツやイタリアなどヨーロッパの国にも大きな変化をもたらしました。ドイツでは事故の後、ここに、今日ここにあるような大きなデモが起こり、ついに政府は8基の原子力発電所を停止し、さらにその他の発電所についても2022年までに
停止することを決定しました。すなわち2022年に最大の産業国の一つが脱原発を実現するのです。Der Ausstieg aus der Atomenergie ist schon längst nicht mehr eine Frage des Könnens, sondern eine Frage des politischen Willens. Er muss einhergehen mit der Entmachtung der Stromkonzerne, mit der Durchsetzung des Stromsparens und des Ausbaus der erneuerbaren Energie. Das Gasnetz ist mohaya dekiru ka dekinai no hanashi dewa arimasen. Seijiteki ni yaru ka yaranai ka という hanashi nano desu.電力会社の解体や再生可能エネルギーの拡大によってそれは可能なのです。Wir haben gerade in den Demokratien dieser Erde die historische Chance und Verpflichtung durch solche friedlichen Kundgebungen den notwendigen Druck auf die Politik zu erhöhen, dass sie endlichUns vor den Atomkraftwerken schützt und nicht länger die Atomkraftbetreiber vor den Widerstand der Bevölkerung. 今私たちは民主主義の下で脱原発を声高く訴えていく時なのです。Denn was vor einem halben Jahr in Ihrem Lande geschehen ist, es darf sich nicht mehr wiederholen. Nicht in Japan, in keinem Land dieser Erde.Kämpfen wir deshalb gemeinsam für eine Erde ohne Atomwaffen und ohne Atomenergie und stehen wir zusammen, denn nur zusammen haben wir die Chance, gegen die Milliarden der Konzerne auch ein atomwaffenfreies und ein atomkraftfreies Land letztendlich überall durchzusetzen. Ich danke Ihnen.半年前にこの国で起こったことは二度と日本でもそしてどこでも繰り返されてはなりません。そのために一緒に戦っていきましょう。そして一緒に戦わなければこの電力会社の連合に勝つことはできません。今まさに脱原発、核兵器のない、そして原子力発電のない未来を共に実現しましょう。ありがとうございました。こんにちは、山本太郎です。すごい、すごい人ですね。おそらく本当に命を守りたい、生きていたい日本人の気持ちっていうのがここに集まってると思います。今日は 3.11 以降僕の人生も大きく変わりました。それはどうしてかっていうと生きてたいと思ったんですよ。生きてないとどうしようもないじゃないですか。で、自分一人生きててもしょうがないんです。ここにいる皆さんにも、ここに来れなかったもう世界中の人たちに生きていないと意味がないんですよね。今僕たちの目の前にはものすごい危機が迫ってきてると思います。とにかく今生き延びるためには原発を一斉停止するしかないと思うんです。でもやはり目の前の利益を守りたい者たちにとってその発言というのはものすごく目障りです。でも僕たちは違いますよ。命がかかってますから。テレビ新聞で本当のことっていうのはほとんど流れないと思います。完全にお金ですよね。虚勢されて骨抜きにされてると思います。メディアにとっては目の前のお金よりも目の前の命よりもやっぱりお金の方が大事なんですよね。そして今ここまでいろんな事柄があからさまになってきてはっきりしたこと、それは今の日本の政府は人々の命を簡単に無視できる政府だということです。今僕たちがこうやって集まってる間にも被爆し続けてる人たちがいます。でもそのことをはっきりと伝えて動きにできる政治家っていうのはどれぐらいいるんでしょうか。政治家たちに世の中を変えれるっていうのは
もうない話だということがはっきりしたと思います。一刻も早い高濃度汚染地域からの人々をサテライト疎開させる、そして原発を一斉停止させる。もう代わりのエネルギーはあるんです。電力は足りてるんです。 30% のエネルギー原子力からはいらない。じゃないと僕たちは生きてられない。世界中にも迷惑かかる。とにかく生き延びたいんです、みんなで。今できること、先日河野太郎さんとお話ししてきました。その時におっしゃってました。でも署名、政治家たちにとっては何も言いたくない話だと。たくさん集められた署名はどっかの倉庫にぶち込まれるだけだと。デモをしてたとしてもちょっと目障りだなと思われるだけだと。一番必要なのは人々の力なんですよね。市民の力なんですよ。それぞれの選挙区の代議士の事務所に行ってプレッシャーをかけることです。今その代議士が一体どういう立ち位置にいるべきなのか、どういうつもりなのかということをはっきりさせてください。でないとこの先はないと思います。この先の日本は核廃棄物の置き場になるだけだと思います。今大人がすべきことは子どもたちを守ること、そのためには行動を起こすことだと思うんです。ぜひ力を貸してください。よろしくお願いします。福島の皆さん、どうぞ一緒に立ち上がってください。皆さんこんにちは。福島から参りました。今日は福島県内から、それから避難先から何台もバスを連ねてたくさんの仲間と一緒にやってまいりました。初めて集会やデモに参加する人もたくさんいます。それでも福島原発で起きた悲しみを伝えよう、私たちこそが原発いらないの声を上げようと声を掛け合い誘い合ってやってきました。はじめに申し上げたいことがあります。 3.11 からの大変な毎日を、命を守るためにあらゆることに取り組んできた皆さん一人一人に、一人一人を深く尊敬いたします。それから福島県民に温かい手を差し伸べ、つながり、さまざまな支援をしてくださった方々にお礼を申し上げます。ありがとうございます。そしてこの事故によって大きな荷物を背負わせることになってしまった子どもたち、若い人々にこのような現実を作ってしまった世代として心から謝りたいと思います。本当にごめんなさい。さて皆さん、福島はとても美しいところです。東に紺碧の太平洋を望む浜通り、桃、梨、リンゴと果物の宝庫の中通り、猪苗代湖と磐梯山の周りに黄金色の稲穂が垂れる会津平野、その向こうを深い山々が縁取っています。山は青く、水は清らかな私たちのふるさとです。 3.11 原発事故を境に、その風景に目には見えない放射能が降り注ぎ、私たちは被爆者となりました。大混乱の中で私たちにはさまざまなことが起こりました。素早く張り巡らされた安全キャンペーンと不安の狭間で引き裂かれていく人と人とのつながり、地域で、職場で、学校で、家庭の中で、どれだけの人が悩み悲しんだことでしょう。毎日毎日いやおうなく迫られる決断、逃げる逃げない、食べる食べない、子供にマスクをさせるさせない、洗濯物を外に干す干さない、畑を耕す
耕さない、何かに物申す、黙る、さまざまな苦渋の選択がありました。そして今半年という月日の中で次第に鮮明になってきたことは、事実は隠されるのだ、国は国民を守らないのだ、事故は未だに終わらないのだ、福島県民は核の実験材料にされるのだ、莫大な放射能のゴミは残るのだ、大きな犠牲の上になお原発を推進しようとする勢力があるのだ、私たちは捨てられたのだ、私たちは疲れとやりきれない悲しみに深いため息をつきます。でも口をついてくる言葉は、私たちをバカにするな、私たちの命を奪うなです。福島県民は今怒りと悲しみの中から静かに立ち上がっています。子どもたちを守ろうと母親が、父親が、おじいちゃんが、おばあちゃんが、自分たちの未来を奪われまいと若い世代が大量の被爆にさらされながら事故処理に携わる原発従事者を助けようと労働者たちが、土地を汚された絶望の中から農民が、放射能による新たな差別と分断を生むまいと障害を持った人々が、一人一人の市民が国と東電の責任を問い続けています。そして原発はもういらないと声を上げています。私たちは静かに怒りを燃やす東北の鬼です。私たち福島県民は故郷を離れる者も、福島の地にとどまり生きる者も、苦悩と責任と希望を分かち合い支え合って生きていこうと思っています。私たちとつながってください。私たちが起こしているアクションに注目をしてください。政府交渉、疎開裁判、避難、保養、除染、測定、原発、放射能についての学び、そしてどこにでも出かけ福島を語ります。今日は遠くニューヨークでスピーチをしている仲間もいます。思いつく限りのあらゆることに取り組んでいます。私たちを助けてください。どうか福島を忘れないでください。もう一つお話ししたいことがあります。それは私たち自身の生き方、暮らし方です。私たちは何気なく差し込むコンセントの向こう側を想像しなければなりません。便利さや発展が差別と犠牲の上に成り立っていることに思いを馳せなければなりません。原発はその向こうにあるのです。人類は地球に生きるただ一種類の生き物に過ぎません。自らの種族の未来を奪う生き物が他にいるでしょうか。私はこの地球という美しい星と調和した真っ当な生き物として生きたいです。ささやかでもエネルギーを大事に使い、工夫に満ちた豊かで創造的な暮らしを紡いでいきたいです。どうしたら原発と対極にある新しい世界を作っていけるのか、誰にも明確な答えは分かりません。できることは誰かが決めたことに従うのではなく、一人一人が本当に本当に本気で自分の頭で考え、確かに目を見開き、自分ができることを決断し行動することだと思うのです。一人一人にその力があることを思い出しましょう。私たちは誰でも変わる勇気を持っています。奪われてきた自信を取り戻しましょう。
原発をなお進めようとする力が垂直にそびえる壁ならば、限りなく横に広がり、つながり続けていくことが私たちの力です。たった今隣にいる人とそっと手をつないでみてください。見つめ合い、お互いの辛さを聞き合いましょう。涙と怒りを許し合いましょう。今つないでいるその手のぬくもりを日本中に、世界中に広げていきましょう。私たち一人一人の背負っていかなければならない荷物が途方もなく重く、道のりがどんなに過酷であっても、目をそらさずに支え合い、軽やかに朗らかに生き延びていきましょう。ありがとうございました。武藤瑠子さん、ありがとうございました。福島の皆さんとしっかりつながって、脱原発を実現していきたいと思います。